エウゲニウシュ・ホルバチェフスキは第二次世界大戦におけるポーランド人 AS パイロットである。ジュベック、あるいはホービーというあだ名で知られている。ホルバチェフスキはキエフで生まれ家族と共にブジェシチに移った。ブジェシチの学校ではグライダークラブに入っていた。1938年レンブリンの航空士官学校に入校し第13期生として ナチスドイツによるポーランド侵攻の始まった当日の1939年9月1日に任官したが実戦には参加しなかった。ポーランドの配色が濃厚となると命令により当時中立国のルーマニアへ脱出しユーゴスラビア、キリシアを経てフランスにたどり着いた。フランスではボルドーに作られたポーランド飛行隊に加わったが空戦に遭遇しなかった。 ナチスドイツのフランス侵攻が始まった翌月の1940年6月にはイギリスへ渡った。イギリスでは一連の訓練を受けた後、1941年8月21日、第303戦闘機中隊に配属され、スピットファイアマーク V に登場した。11月6日にフランス上空で一機のメッサーシュミット BF-109 戦闘機を不確実ながら撃墜して、 初の戦果を挙げた。公認記録としての初の戦果は1942年4月4日、相手は、フォッケウルフ FW190 戦闘機である。その後4月16日に、BF109 を1機と8月18日に、FW190 を1機撃墜した。だが、ジュベックは、中隊長のヤンズムバフ派少佐と折り合いが悪く、9月には、 第300に戦闘機中隊に追い出されてしまった。1943年2月には、スカルスキのサーカスと呼ばれた、スタニスワフスカルスキ率いる精鋭部隊のポーランド、戦闘機チームに加わり、1943年3月から、北アフリカのチュニジア作戦で出撃した。3月28日に1機のユンカース188、その後4月2日と4月6日に、 1> 各1機の BF-109、4月22日に2機の BF-109 戦闘機を撃墜した。4月6日、彼のスピットファイヤーが撃たれて火災を起こしたため緊急脱出をしようとしたが、風で自然に火が消え基地まで無事に戻ることができた。北アフリカでの作戦が終わると、ホルバチェフスキは1943年5月から、少佐として、 イギリス空軍第43戦闘機中隊の戦闘機小隊長8月には同戦闘機中隊長となった A 空軍にはポーランド人の戦闘機中隊長は3人いるがホルバチェフスキはそのうちの1人である第43戦闘機中隊ではマルタ、シチリア、イタリアで戦った9月4日には1日に1機の BF-109 戦闘機と4機の FW190 戦闘機を撃墜し、9月15日には1機の FW190 を、9月16日にはさらに2機の FW190 を撃墜した。10月1日には航空兵としてはかなり風変わりな戦果を挙げた。その日早く航空隊にナポリが陥落したという知らせが入った。ちょうど、 BBC 放送を受信できるラジオが壊れており、ワインも底をついていたので、それではということで、ジープに飛び乗り喜んで、ナポリへ買い出しに向かった。いかにも陥落したらしい静かな市内に入ってみると、ジュベックのジープは、突然大勢の群衆に取り囲まれてそれ以上、進むのを阻まれた。英語、ポーランド語、イタリア語が飛び交う議論でやっとなんとなく、分かったことは、 どうも街の解放というのは少し早まった話で、実は一両のティーガー戦車がその近辺をまだ支配しているということだった。そこで第7機構士団のシャーマン戦車数量を探し出して指揮し、地元住民の案内で問題のティーガーを見つけ出して始末することに成功した。買い出しは無事に済んだ。1943年10月14日。 隊員たちに最も慕われた活動的な隊長、ホービーは、第43戦闘機中隊の指揮を明け渡し、イギリスに向かった。ホルバチェフスキは1944年2月16日、スタニスワフスカルスキ率いるポーランド第133航空団の第315戦闘機中隊長となり、最新の P-51 マスタングマーク3に乗った。 6月12日には1機の FW190 を撃墜した。6月30日には1機の BF109 を撃墜、さらに1機を共同撃墜した。その日はさらに4発の V1 飛行爆弾を撃ち落とした。不運なことにジュベックは折り合いの悪かったヤンズムバッハの配下に再びなってしまった。ポーランド第133航空団司令が スカルスキからズムバッハに交代したのである。だが、この直後ジュベックは、ズムバッハの撃墜記録を抜き去った。1944年8月18日、ホルバチェフスキは、ロデオと呼ばれた、特命飛行作戦を受け配下の、ポーランド人パイロットが操縦する12機を率いて、フランスへ飛んだ。その日彼はインフルエンザで高熱を出し体調が非常に悪かったが、無理を押しての出撃だった。 第315戦闘機中隊の13機は、ボーベの飛行場上空で、ドイツ空軍の第26戦闘航空団の FW190 戦闘機60機の編隊に立ち向かった。第315戦闘機中隊は16機の FW190 を撃墜する戦果を挙げた。ジュベック自身も3機の FW190 を撃墜したが、イギリスへ戻る途中に行方不明となった。 戦後1947年になって、ジュベックのマスタングはバレンヌ近くで残骸となって、見つかった。遺体も残っていた。彼が、なぜ墜落したのか真相は不明であるが、戦闘中に撃墜されたと推測される。この、ロデオ作戦で、第315戦闘機中隊の失ったのはたった一機だが、それが、ジュベックのマスタングであった。1943年に、 ホルバチェフスキが指揮した第43戦闘機中隊のあるイギリス人パイロットは当時ホービー隊長が部下のイギリス人たちに語った言葉をよく覚えている。僕たちポーランド人がこっちで用済みになったらその後は君たちが来て僕たちの国のために戦ってほしい。僕の国は自由を得ることができないかもしれない。ホルバチェフスキはスターリンと 共産主義に支配された戦後ポーランドの長い悲劇をその時すでに予期していたのだ。だがそれを最終的に確かめることなく亡くなった。公式には、エウゲニウシュ・ホルバチェフスキは、ポーランド人 AS パイロットのうち3位となる撃墜記録を挙げている。彼の撃墜記録は、単独16、共同1、不確実1である。彼には、ビルトゥッティミリターリーダー4等及び、 第五等や DSO をはじめとした主事の勲章が授与された。ありがとうございます。